代わってクロアチアの選手になります。イドーラ・ヘーゲルさん、クロアチア。イドーラ・ヘーゲル18歳です。予選では B グループ第10位という成績でした。ちょっと見るとボルシコバに似てますよね。オリンピックにも出場しました。19位という成績でした。ルッツでもですね、今アウトサイドかインサイドかっていう、はい、あの問題もあって、そのロングエッジって違ってるエッジで要するにテイクオフすると、まあ、減点されるわけですよね。まあ、0コンマ2とか3とかひどい、あの多い時は減点されるんですけど、やはりあのそういうところがこのジャッジ席のところにリプレイシステムといいまして、カメラが置いてあって、まあ、コンピューターみたいなのでそこのところの例えばコンビネーションというところを押しますとコンビネーションが出てくるんですよ、その人で今はあのセイムタイムで出てくるわけですよ、スローじゃなくて、ね、でスローで出てくるともはっきり分かりますけども、見た目と同じので出てきますから、まあ、そのやはり見た感覚でつけてしまうでしょうけども、なるほどね。ですから、ジャッジも気分的にはそういうところはこうもう一度確かめられるというのがありますけど、それを追っていくと点数つける時間がなくなってしまうので、そうなんですよね。ですから、まあ、私があの最近は教科部長という立場でなかなかジャッジングすることが少ないんですけれども、あのほとんど見ないですね。ああそうですか。やっぱりこの見た直感でやっておかしいなと思うところだけはチェックしますけどもね、でチェックし始める癖がついちゃうとしないといられなくなってしまうんですよ、ね、なるほどね。あのジャッジの方も、はい、あの見る方必ず見てるという方が、そうですよね。ですから多分あのそのパーセンテージを見ますとそういう風になってくると思うんですよね。ショートプログラムというのはそのリスクというか自分自身にプレッシャーがかかって確実にそのエレメンツをこなさなければいけないというので、こう気持ちが乗っていけば本当に乗っていくんでしょうけども、やっぱり一つ引いた部分というのはありますから、ですからあのちょっとスローに見える部分というのはあると思うんですね。例えば日本の選手なんかあのホンダにしてもね、やっぱりパーフェクトにできてもなんとなくこうちょっとスロー気味だなっていう感じはあると思うんですよ。なるほどね、丁寧に。そうなんですよ、丁寧にきちっとやらなければいけないというのが、この観客とかジャッジの目からするとちょっとスローめに見える、スピード感あふれる演技とはいかないという感じなんですね。そうですね。でもあの今クロアチアのヘーゲルですか、はい、まあ、なかなかよく滑ってるっていうか、なんかボルシコワとこうダブりますね。ダブりますよね、はい、本当に、この選手、世界選手権は3回目の出場です。昨年は25位という成績でした。ここは最初のコンビネーション、今ですから塔をついてからちょっとこう後ろにこう引っかかり目ですよね、ですからやっぱりそういうところがこう思い切ってやれない部分がね、なるほど、やっぱりミスにつながってしまうっていう。曲は鳴ってるわけですから止めることはできないし、やはり、まあ、ショートプログラムにしても何にしても過酷ですよね。そうですね、まあ、体操競技なんかの本当にあの空中回転したりするのもね、その瞬時そのタイミングがピタッと合わないとできないと同じことだと思うんですけども、それを氷の上でエッジを使ってやらなければいけないというのがまた一つ別の難しさというかね、まあ、あの同じ、まあ、難しいは難しいでしょうけどまた別のものがありますよね、滑りながら飛んでるんですもんね、それはね、あのずっとやっていてあまり気にはしてなかったんですけど、最近いろんな
あのところの団体の方とお話をした中で、あ、そういえば大変なことなんだなっていうのは大変ですよ、あの改めて、ね、そうですか、ね、得点が出ました。エレメンツの得点です。技術点下が3点台でした。 3.9 上は 4.4 という得点です。そしてプレゼンテーション、セカンドマークです。表現力下は 4.4 です。上は 4.9 まで出ていますが5点台には届きませんでした。ミスしてますので、ね、やっぱり、ね、リダクションがあるので、はい、クロアチアの18歳イドーラ・ヘーゲルでした。やはりあの